こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アマルファイター、ちょっとタイミングが合いません。さて何が行くのでしょうか。ゴールドプルーフ、前に行きそうです。ゴールドヘッド、これに続きます。メジロアトラクト、そのうちに続いています。好位置をキープしています。カワチシュール、菊のウィン、そのうちに続いています。内からはセタノキング並んで、13番サクセスラーク、アマゾンオペラ、この馬もこのグループ。ハマルファイターすぐ後ろ並んで、7番アニーフライヤー、マイネルモンロー、そのうちに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。カワチシュール先手を取りました。その後ろからはゴールドプルーフ並んで、2番メジロアトラクト、その外にサプライズパワー、その隣にキクノウイン。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。では前の方から。カワチシュール先手を取りました。ゴールドプルーフすぐ後ろ、これに続いてメジロアトラクト、その外からサクセスラーク、黄色の帽子、菊のウィン、その後ろ、すぐ隣にサプライズパワー、その横にゴールドヘッド、セタノキング、この馬もこのグループ。その外にアマゾンオペラ、さらにはアニーフライヤー、緑の帽子、ロバリーハート、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はカワチシュール、ゴールドプルーフ、ほとんど差がありません。メジロアトラクト3番手、さあカワチシュール逃げ切れるか。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。カワチシュール先頭、差はほとんどない。2番手はカワチシュール、残り 100m、 サプライズパワー抜けた。カワチシュール追いすがります。サプライズパワー、サプライズパワー、1着2着にはどうやらカワチシュール、見事に中央の強豪を退けました。サプライズパワー、この馬は強い。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはノーブルプレス、あと 200m、 先頭はクリス・ザエトワール、アニートーク抜けた。2番手はバイネスイス、アニートーク先頭だ。先頭はアニートーク、1着でゴールイン。アニートーク1着、2着にはどうやらスピニングリバー、見事に勝ちました。アニートーク、ラスカル・スズカ敗れました。これは掲示板までです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はヒカリサーメット、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 ヒカリサーメット先頭、2番手はマーベラスタイマー、先頭はヒカリサーメット、1着でゴールイン。ヒカリサーメット1着、2着はマーベラスタイマー、見事に勝ちました。ヒカリサーメット、キングヘイロー完敗です。着外に沈みました。
中京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはアメージングレイス、コンサートボーイ、この馬も好スタートを切りました。スマートボーイ前に行きそうです。アメージングレイスそれに続いています。さらにはファストフレンド16番、名称トラック、その後ろ鉄の戦国王、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。スマートボーイ先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のコンサートボーイ中段につけています。アメージングレイス前走は人気を裏切ってしまいましたが今日はどうでしょうか。先頭に戻りましょう。スマートボーイ先手を取りました。大きく離れました。アメージングレイス並んで14番、ダークトリック、ファストフレンド、この馬もこのグループ、すぐ後ろに名称トラック、少し離れてビショップチャンプ続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてスマートボーイまだ粘っています。2番手はアメージングレイス、ダークトリック、3番手コンサートボーイ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。スマートボーイ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はファストフレンド、先頭を捉えるか。あと 200m、 ファストフレンド余力は十分か。さらに引き離していきます。コンサートボーイ迫る、ファストフレンド先頭だ、ファストフレンドゴールイン、ファストフレンド1着、2着にはどうやらコンサートボーイ見事に勝ちました。ファストフレンド、コンサートボーイ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。We'll be right back.